メロメロ、いや大丈夫、もうメラメラ店長、メラメラ元気だな、商売向いてるね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。めっちゃびっくりした目の前を車が。はい、それじゃあ過去妖魔界行きますか。これで最後4つ目の世界へ。なんか愉快そうな感じやな。肝試し、肝試しお、妖魔界来たー、いいね。まずは自由には動けん感じかな。うわーすごい、こんな景色見たことないだね、この時代の妖魔界ってこんな感じなんだね。おへんてこな建物だらけ、なんかすげえとこだな、うん、思ってたよりもずっと華やかなところだねとんでもないとこに来ちまったな。なあシン、びっくりしすぎやろシン。驚きすぎて固まってるみたいだね。やれやれ、おいシン帰ってこい大丈夫か。妖魔界に来れたのはいいが、問題はどうやって卵を探すかだな。それならばこの私にお任せあれ。ん、何か当てでもあるのもちろんでウィス、この妖魔界は庭も同然、知らないことなどござらせん。過去やけど大丈夫何せ私この世界の大王様の側近でしたから、どこへ行ったってビップ待遇ですよ。すげえ、大王様の側近やった、何それ、そんなこと言ってたっけ。おいおい、大王の側近ってまたうさんくさい設定が出てたぞちょっと設定じゃなくて事実デビス、今でもカーパス宮殿に入れるんですから、そこまで言うなら証明するデビス、今からエンマ宮殿にご案内しますよ。そうだね、でもそれが本当なら何か言ってるかも、ここはわずかな可能性にかけてみようか。わずかな可能性トーマキュン、あなたもなかなかのトゲをお持ちですね。まあ妖怪やけん、そっか、何百年も生きとったりするか。タエ、待っててくれ、絶対に助けに行くから。ミス、未来の私ってマジで大王様の側近なんですそれはご自分の目で確かめるのがいいでしょう。あ、こんなにランクのところか、ごめんなさい妖怪も車に乗るんですね。ここは S ランクか、絶対開けれんところやね。あのマーク、この中か、ここはショップって書いてる、何屋さん。いらっしゃいませ、ジミードラッグどうぞどうぞ、ジミードラッグ、違いますね。他はどうですか。いや大丈夫、ありがとう。ジミーにまたお待ちしてます。かわいいジミー店長、なんか妖怪、なんか気持ち悪いな。これは話しかけれない妖怪ってこと。へえ。なんかあの緑色のやつは多分お店ってことなんやろね。何屋さんですか。ようこそとしか書いてない。メラメラミート、食べ物屋さんか。じゃあここも違うね。メラメラ、あ、元気っすね。あー、めっちゃすげえ、特上霜降り15,000円。メラメラ、いや大丈夫、もうメラメラ店長、メラメラ元気だな、商売向いてるね他、とりあえず、よろず屋が売店かな、わからんけど。とりあえず、ちょっと待って。自転車乗れるね。あの、あっちの、何やったっけ。いつも忘れるんよね。運河駅を、運河駅をちょっと解放しとこう。そこにおる、そこに。親子かな、わからんけど。よいしょ。ペローン、これでいつでも、どんな時代からもここへやってこられる。多分、売店っていうところがそうかなって思うけん、ちょっとそこに行ってみよう。でもあれかな、未来戻れるんかな、今。戻れるんならいいんやけど。とりあえずこの先の、あ、どうも、入ります。入ります。あ、ここか？売店。なん
て読むやろ。キヨジョ、キヨス、キヨスクそういうこと。いらっしゃいませっす。どうぞ見ててくださいっす。買います。どうぞ見てくっす。ここなら売ってないかな。売ってない。なんならどこに売ってるのね売ってないんだけど。他はどうすか。いや他大丈夫。また来てほしいっす。はい、他のお店か。どこ他のお店。お食事どころ、スイーツショップ。どっちも絶対違うと思うんやけど。このハテナ何あのハテナ何。え、マジないやん。どこで売りやん。スイーツショップ、お食事どころ。とりあえずこっち行ってみる。絶対違うとは思うけど。でも妖魔界で買えるって言ったもんね。行くだけ行ってみるわ。このハテナもちょっと気になるしな。この辺だ。この辺に固まってあるっぽいね。中？じゃあこっちか。この辺りかな。違うな。どこや？あ、もしかしてこっち？今なんかなかった？あーほら、陽気汚染あるわ。はい、陽気汚染発見。陽気汚染も何も妖魔界なんやけんいいんじゃねって感じするけど待って、めっちゃ強力じゃない？え、何？取り込まれたんやけど。そんなパターンがあるの？それ何それ、何それめっちゃ吸い込まれたよ。よし、やるぞ。バトルスタート。いてい、速攻で亀裂したけど大丈夫。ちょっと、お、コマさん、コマさん、シャドウサイド。待って、ジバニャン、はい、コマさん、シャドウサイドからの落海の岩石。でいで、ジバニャン百熱レコ弾。違う、百猫烈弾何言ってんだか分かんねえぞ。いいね。あ、はい、コンスイトール。俺たちの勝ちだ。イエイ。とりあえずこの世界で勝利したら陽気汚染もなくなるってことかな。ふう、ビビる。あ、とりあえずなくなったね、陽気汚染。びっくりした。ああいうパターンもあるんだな。あー、なんかこの辺でもお店では、お店ではあるけど、まあ販売してくれるとかいうわけではないっぽいね。あ、この辺りか。でもここ思いっきり甘味どころだな。スイーツ暴露が。ダメだね。いや、いいです。暴露バー仲間になってくれんかな。ね、過去の世界のあの子が。多分必要としているから。君か。いらっしゃい。わ、食いしん坊。絶対違うよな。何がいいかな。うーん、絶対違うね。残り2とかあるの。数量限定。また来てくれよ。そういうのあるんですね。すげえすげえ。いや、すげえけど違うんよね。そういうんじゃなくって、この子か。はてな。僕のせいなんです。ごめんなさい、ごめんなさい。どうしたの？何かあったの？ごめんね。店員さんじゃなかった。ごめんなさい、ごめんなさい。実は僕、このお店の食い逃げ犯を逃がしちゃったんです。食い逃げ。隣に座っていたお客さんがお金を払わずに出て行っちゃいまして。そんなのあんたに謝られてもしょうがねえんだけどな。でも僕が引き止めたらお金を払ってもらえたかもしれませんよね。まあそうやけどごめんよ。
やっぱり僕のせいですよ。役に立たなくてごめんなさい。関係ない奴のためになんでこんなに手とか謝るかね。なんかかわいそうな奴、助けてあげられないかな。妖魔界に、あ、怪異の杖、ご褒美でもらえるやん。妖魔界にある食堂の前で店員さんに謝り続けるごめんだくんであった。食い逃げ犯を逃がしちゃってごめんなさいと謝っているけれど、店員さんもなんだか困っているみたいだ。引き受けますよ、もちろん。その食い逃げ犯を俺たちが捕まえてこようか。いいんですか？でもご迷惑じゃ。気にすんなって、みんなの悩みを解決するのが妖怪探偵団なんだ。食い逃げしたやつをとっ捕まえてちゃんと謝ってもらわなくちゃな。ごめんね。おいおい、だから謝んなくていいっつーの。それより食い逃げ犯の手がかりだ。何か覚えてることとか教えてくれよ。そうですね、確かあの食い逃げ妖怪は牛みたいな雲みたいな妖怪でした。牛と雲って全然違う見た目だけど。ごめんね。どっちにも言ったのでつい。牛にも雲にも似てる妖怪か。他にも何か覚えてる？逃げる前にめちゃくちゃでっかい声で叫んでました。飯も食ったし、一風呂浴びてくるかって。で、あっという間に逃げていっちゃいました。あんな大胆な食い逃げ初めて見たから、僕あっけん取られちゃって。一風呂ってことはお風呂屋さんでも行ったのかな。そうかもしれませんね。この町にはお風呂屋さんもあったと思います。そうなんだ、それじゃあすぐに見つけられるかもな。ご迷惑をおかけしてすみません。僕がちゃんと捕まえておけばな。ごめんだくは悪くないって、安心して待ってなよ。ありがとうございます。それじゃあよろしくお願いします。反省しろ、食い逃げ犯発生、クエストを進めてみよう。あんなにしょっくれちゃってかわいそうなやつだな。食い逃げ犯を見つけたらちょっとは元気になるかな。とりあえずお風呂屋さんに行けばいいかな。あ、人面犬、キュンシーと一緒におるけど、どういう組み合わせ。カツアゲされるとかじゃないよね。ん、こっち、え、こいつか。もうもっかりやす、牛みたいな雲みたいなやつやわ。腹いっぱい食った後の風呂はやっぱ最高だな。牛にも雲にも似てる妖怪、ごめんどこが言ってたのは牛鬼だったんだな。おいおい牛鬼、定食屋さんで食い逃げをしたのはお前だろ。食い逃げ、へっ、そういやそんなこともしたな。で、それがどうこうしたのかよ。用がなきゃ俺は帰るぜ。払えよ、おい。いや、お前を止めるために来たんだって。ちゃんとお店に戻ってお金を払えよ。なんだおめえ、定食屋の用心棒ってか。まあなんでもいい、俺は気分がいいからよ。風呂に入ってさっぱりしたところだし、ここらで運動っていうのも悪かねえぜ。戦うんだったらかかってこいや。いつでも相手してやるぜ。気分いいんならさ、払えよ。よう定食屋の用心棒、俺にやられる準備はできたみたいだな。やられる準備はできてないけど、まあ。おいおい、用心棒じゃなくて妖怪探偵団だっつーの。俺たちが勝ったら食い逃げのこと謝りに来てもらうぞ。やれるもんならやってみろ。風呂上がりの牛鬼様が相手になってやら。風呂上がりとかどうでもいいけど。なんかひもじい従えとるけど、食わせてやれよひもじいに。自分はお腹いっぱいになったかもしれんけどもさ、そいつら周りでひもじいひもじいって言うりゃよ、あっぷね。よし、厳重召喚、降臨、厳重いけ、大魔合水陣、イエーイ。あ、容器がない。容器水筒をいけてるんで、来ないで来ないで、ジバニャー。はい、バトルに加わった。オッケー。あー、木の実だー。ちょっと待って、トーマ来て、トーマ来て、トーマ来て、はい、オッケー。速攻でスザク共有したの。装填銃、あれ。あれ、必殺技を出そうとしたのに。まあ、とりあえずこれで怪異の杖ゲットやね。やったこれで揃う。ダメだよ、もう食い逃げなんてしちゃダメだからね。いやー、手持ちの金じゃ足りなくてよ、ついな。お風呂屋さんに行くお金はあったんですね。お店の店員さんも困ってたし、あなたの代わりに謝ってる子もいるんだからね。あ、
あれ、ごめんだこさん、どうしてここに？おーい。それがそんなに謝られても困るから、もう帰っていいって言われちゃって。みんなに食い逃げ犯探しお願いしちゃったの。申し訳なくって謝りに来たんだ。もしかしてこいつが俺の代わりに謝ってたってやつか？なんだかよくわかんねえけど、こいつのおかげで食い逃げやっちゃらってことだな。そんなわけないでしょ？僕怒ってるんだからね。ちゃんとお店の人に謝りなさい。お、怒ったりもするんや。俺はなんてどうしようもないやつなんだ。あ、取り付いた。なるほど。ごめんだこさん、取り付いた相手に深い罪の意識を抱かせるそうですよ。そうなんだ。それじゃあ、牛鬼さんもちゃんと反省してくれるはず。よそ様に迷惑かけるような言い方はやめろって、母ちゃんも言ってたのによ。ウィッスー！聞いてます、聞いてます。これかなり反省してますよ。もう俺に生きていく資格なんてね。店に戻ってビフテキンでもしてもらわねえと、申し訳なくって気が済まねえよ。ちょっと、そんなに思い詰めるほど反省しなくっても、てか食いたくねえ。ごめん。ちょっとやりすぎちゃった。まあ。この方怒らせたらかなりやばいんじゃありません？まあ、キュウキさんもちゃんと反省したみたいだし。おう、食い逃げはマジで悪かったぜ。ちゃんと謝りに行くから勘弁してくれよな。反省しろ、食い逃げ犯。バッチリ解決。さあ、怪異の杖。やったー、アイテムゲットー。さあ、これで揃ったね、きっちり。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。今ってあれなんかな？戻れるんかな？未来に。じゃ、とりあえず、未来に行って、私は B ランクに、ランクを上げたいです。